浅沼聖太郎12月2日から2011年11月30日は日本の内務、警察官僚、元警察庁長官、神奈川県出身、東京帝国大学を卒業後内務省に入省、首相秘書官、大阪府警本部長、警察庁刑務局長、次長を経て、1974年警察庁長官に就任。 1978年に退官し、1979年から1987年まで、阪神高速道路交団理事長。その他に、日本交通管理技術協会会長、都市交通問題調査会理事長、関西空港調査会理事長、民主主義研究会会長等を務めた。警察庁長官時代の部下である、笹厚之からの評価は芳しくなく、 重大事件が起きると、すぐ入院してしまう、入院手術が近いのを言わずに、長官就任を受諾、就任早々に入院している時に大事件が発生し、町村金吾国家公安委員長が、昔の内務省の常識で言うとそういう時は、就任を辞退すべきだったと批判していたなど厳しく批判しており、警備局長時代の浅沼についても、 ストレス解消のためのブラックジョークにも小言を挟んで、来る朝沼に平気液した局員らが、お茶に睡眠剤を入れて飲ませ、眠っていただいたとしている。ありがとうございます。